洞窟でのダーハオ死亡トリック、面白すぎる。やっほーみんな、こんにちは。オルソナーだよ。今日はロマンシングサガリユニバースの発見したことを見ていきたいと思います。マジでとんでもない事実を見つけたから、一緒に見ていこう。今回のはマジで一大スクープ。わかりやすく説明するから、絶対みんなついてきてね。その前に、ジンダーハオファンの皆さん、落ち込んでる？私も前回のね、28話の話を読んで、バチクソ落ち込んだんだよね。やばかった。もうストーリー見るの嫌になって、すごい辛かったし、もうジンダーハオにすっごいイラついたし、でも大丈夫。安心して。ジンダーハオは多分悪い人じゃない。最初に謝っとく。ジンダーハオ、疑って本当にごめんなさい。それでは今日も張り切ってやっていきましょう。今日のテーマは、ジンダーハオは悪くない。悪いのは、イゴマールだった。パフパフ。まずこちらを見て。2章8話後編で形を大事にするという言葉を2回言っていたジンダーハオ。この発言で気になることが一つだけある。そう、ここ。一人称。こっちは私で、こっちは私になってる。一人称が違うんだよね。最初はね、誤植かなと思ったんだよね。でもこれ、多分、意図的に書かれてるんだよね。違う人物が喋ってるから、私と私で一人称が書いてあるんだと思う。この一人称それぞれ誰が話してるのって言うと、私がジンダーハオ、私がイゴマール。つまり、洞窟でバートランドと話しているのは、イゴマールっていうこと。はい？どういうことって今なったでしょ？今回これをね、順番に謎を明かしていきましょう。イゴマールを呼び出す時のジンダーハオはこちら。一人称は私。そしてこちらを見てください。呼び出されてすぐのイゴマールの一人称はあたし。そう、この二人、明らかに一人称が違うことがわかるんだよね。ずーっと違う。ジンダーハオはこの時もずーっと私。イゴマールはこの時も私。そして極めつけはイゴマールに力を貸してもらっているバルテルミーも一人称は私。バルテルミーはもともと私を一人称としていて、イゴマールに力を貸してもらうことで私に変化していることから、イゴマールの一人称は私で間違いないということが言えるんじゃないかな。リユニバースのシナリオでは、しっかりとジンダーハオとイゴマール、二人の一人称が使い分けられていたんです。ここまででジンダーハオが私とイゴマールが私で、それぞれの一人称が違うことを確認してもらえたかな。もしね、ここまでで、どういうこと理解できないよっていう人は、もう一回ここまでを見てもらって、ちゃんとね、私と私で一人称が違うということを確認してから先に進んでいこう。それじゃあね、続きいこう。洞窟に閉じ込められた時のジンダーハオを見ていこう。シンドゥと会話している間は、私。ずーっと私なんです。そしてここ。石化直前のジンダーハオは、私たちが平凡な当たり前の幸せを紡ぐこの世界を、どうか守って。そう、ここもジンダーハオが喋ってる。でもこの直後、バートランドが来た時、石化を解いて喋り出したジンダーハオは、何よ、一番いいところなのに、ここから観客は私の尊い死に涙するのよ。そう。あたしに一人称が変わってる。続けて、あたしは形を大事にしたいタイプなの。明らかにあたしに一人称が変わってる。つまり、洞窟でシンドゥと会話していたのはジンダーハオ。石化を解いた時点でイゴマールに変わってるってことなんだよね。これってどういうことなのっていうことなんだけど、ジンダーハオの中にはずっとイゴマールがいた。ダーハオとイゴマールはずっと一心同体だったっていうことなんだよね。そして洞窟に閉じ込められたジンダーハオは石化した時に死んでしまった。石化後はイゴマールだけが残った。そういうことなんじゃないでしょうか。石化を解いたジンダーハオは観客に対しての演技だと言ったけど、演技なんかじゃなかった。ジンダーハオが心の底から思った言葉、それがこの世界を守ってということだったんだよね。そう、ジンダーハオはこの石化した時点で死んでしまったんじゃないかと思っています。そしてジンダーハオの中にいたイゴマールだけが今は生き残っているということなんじゃないでしょうか。石化するまでの間はジンダーハオの体の中にはジンダーハオとイゴマールの2つが存在した。だけど石化を境目にジンダーハオはいなくなり、イゴマールだけになってしまったということなんじゃないでしょうか。ジンダーハオにアビスから呼び出されたイゴマール、いつしかジンダーハオの形を大事にするというところを真似始めたイゴマール。ここからは想像になるんだけど、ジンダーハオはイゴマールを利用するはずでアビスから呼び出した。でも年月を重ね、ジンダーハオではイゴマールを制御できなくなってしまった。そしてついにシンルーとダーハオはイゴマールによって洞窟に捕らえられてしまった。ダーハオはイゴマールによってシンルーに玉継ぎの儀がされていないかを確認するためにイーニョのことを尋ねた。シンルーの記憶が曖昧で、イゴマールによってすでに玉継ぎの儀をされていることを知ったジンダーハオは、利用していたはずのイゴマールに自分が乗っ取られ始めていると感づき、このままではいけないと思い、シンドゥへ自分の力と記憶を魂継ぎの儀で継承した。そして継承を終えたジンダーハオはそこで石化して死んでしまった。そこへ何も知らない新たな少年バートランドが現れた。生き残ったイゴマールは石化を解き、何事もなかったかのように演技だと言い張り、バートランドと会話する。イゴマールはバートランドすらにも自分たちが別人であるということは言ってなかったということなんじゃないでしょうか。ここからは想像ですと言ったところが本当かどうかはわからない。ただね、一人称が私と私であえて使い分けられているということは確かだと思う。石化している時は私、石化を解いた以降は私、こんな短時間に頻繁に誤植が起こるかな。そして石化前、石化後に綺麗に一人称がパカッと変わっている。多分こんな誤植は起こらないよね。形を大事にするタイプという同じ言葉をあえてイゴマールとジンダーハオ2人の人物に言わせることで、前後で別人であることをアピールしているんじゃないかなと思うんだよね。もう一度言っておきます。ジンダーハオの一人称は私、イゴマールの一人称はあたし。そしてもう一つ大事なことがあるんだよね。ここで彼が死んじゃうと私の予言外れちゃうのよね。そう、一人称があたしになっていて、予言能力が使えるのはイゴマールだってことがわかるんだよね。ジンダーハオは予言能力が使えるわけじゃない。これを見たとき本当に驚いたよね。星読みの神、ジンダーハオはなんと予言能力がなかったってことになるんだよね。私の想像通りなら洞窟でジンダーハオ本人は神竜へ魂継ぎの儀を実際に行った。でも神竜には力が発現しなかった。それもそのはず。ジンダーハオには最初から能力なんてなかった。だから何の能力も発現しない。そして神竜はイゴマールに玉継ぎの儀をされているから、ダーハオの記憶の方も現れない。神竜に何の出ないのも納得だよね。この先イゴマールを倒すことで玉継ぎの儀が解除されて、神竜にジンダーハオの記憶が流れるという感じになって、全ての真実がこの時わかるんじゃないでしょうか。今回のことを考慮すると、昨日動画で上げた疑問点が対決していっちゃうんだよね。ということで今回も疑問点見ていこうか。1つ目、洞窟でダーハオが神龍にした魂継ぎの儀は何だったのか。本物の魂継ぎの儀だったレオンに魂継ぎの儀を聞こうとしたのも、本当に魂継ぎの儀が必要だったから。神龍に能力が開花しないのはジンダーハオに能力がなかったから。記憶は玉継ぎの儀によって邪魔されている状態。2つ目、形を大事にするタイプは伏線だったのか。完全に伏線。私と私で別々の人物が言っている。最初の方がジンダーハオ、2回目はイゴマールが言っている。3個目、洞窟以降ジンダーハオはどこへ行ったのか。死んでしまった。4つ目、石化した時に語りかけた観客とは誰か。観客なんていなかった。新しき少年を騙すための言い訳。石化前後で人格が変わっているのをごまかすため。石化前がジンダーハオ、石化解除後がイゴマールという風だよね。5つ目、ジンダーハオは本当に悪い人か。悪い人じゃない。悪いのはイゴマール。6個目、今ヴァンガードを襲っているのはジンダーハオなのか。違う。一人称がここを見ると「あたし」になってるからイゴマール。ヴァンガードにいる神龍とこのイゴマールは目がつながっていることから、玉継ぎの儀をしたのはイゴマールで確定。7個目、なぜジンダーハオはイーリョウの過去を神龍から奪い取ったのか。ジンダーハオはやっていない。イゴマールが玉継ぎの儀をした。理由は不明。ダーハオの本意ではなかった。8個目、神龍の覚醒はいつか。力的には覚醒はしない可能性がある。記憶の方はイゴマールを倒したら開花する。9個目、なぜジンダーハオはイゴマールが中に入っていないとダメだったのか。ジンダーハオには瞬刻の前転製図も書くことはできないだろうし、星読みをすることもできないんじゃないか。体の中にイゴマールがいないとビジョンを残すことも予言書を書くこともできなかったんでしょう。だからイゴマールに体から抜けられると困るということだったんじゃないでしょうか。どうでしょう。かなりすっきりするよね。今回の考察は、私と私の一人称が誤植じゃない限りは合ってるのかなって思ってるんだよね。明らかな意図で一人称を変えてきてるからすごいなって思った。洞窟でのダーハオ死亡トリック、かなりすごいよね。普通に鳥肌が立った。面白すぎるけど、ジンダーハオは結果的にね、死んじゃってるのかなっていう結論になっちゃって、もう世界を守ってっていうのはジンダーハオの本心だったのかなっていう気がするんだよね。あそこで私が涙したんだけど、あれは別にジンダーハオは私たちのことをバカにしてなかったんだなと思って、ダーハオはあの時は「もう許さん!」とか言ってごめんねっていう風に思った。ダーハオは予言のできるイゴマールの力が必要だったのかなと思って、それがイゴマールを呼び出した理由なのかなって思ってるんだよね。この予言の能力を使ってこの世界を救っていきたかったっていうのがダーハオの願いなのかな。とにかくこの世界を守ってっていうのがダーハオの本意だったってことで、この先ね、ポルカとかジョーとかがこの世界をどう守っていくか、ダーハオの意志を神龍がどうやって引き継いでいくか、それが見どころになるのかなと思うよね。そして最大の敵イゴマール、これをどうやって倒して、一体彼女はどういう人物なのか。ダーハオが死に際に放った底意地の悪いガキという言葉からも、イゴマールは子供みたいなものなんだよね。私は今のところね、イーブリンの子供なんじゃないかなと思ってるんだけど、どういう風にイゴマールが結末を迎えていくのか、そういうところも見どころなのかなっていう気がするよね。イゴマールとジンダーハオがどういう関係だったのかとか、そういうところも気になるよね。ということでね、今回はジンダーハオに本当にごめんなさいと言いつつ、ジンダーハオの死亡トリックをね、暴くという回だったんだけど、どうだったかな。みんなもね、これってどうなのって思ったところとかは、一人称を見てみて、確認してみると面白い発見があると思うから、ぜひ見てみてね。今回の動画、少しでもマジかって驚いてくれた人は、グッドボタン、ツイッターのフォローよろしく。チャンネル登録するかどうかはお任せするけど、別のね、オルソナの動画をもう一本見てくれると本当に嬉しいです。次の動画でもお会いできることを楽しみにしています。おまさらリエリマス、これからも楽しんでいこう。竜2のシナリオマジ面白い。また会おう。必ずな。See you!